はい、皆さんこんにちは、ジンです。詐欺にあって今1週間ちょい、今10日ぐらい経ってるんですけど、まず今日銀行さんから電話が来ました。その前に警察から電話が来て、銀行のその詐欺の担当というか、詐欺の被害の担当者に電話してみてって言って電話をしてみました。でその方々から言われたのが、まずこの後、私この動画の後に直接電話した内容があるので皆さん聞いてわかると思うんですけど、まあ、簡単に言うとこんな感じです。その口座自体を銀行で止めました。止めた理由をはっきりは言ってくれないけど、総合的な判断で止めるのが妥当だと思って止めたらしいですね。なのでおそらく普通に疑っていいっていうのは、まあ、間違いなく悪いことはちょっとしてるのかなということですね。そしてコメントにいろいろ教えてくれた銀行員さん、本当ありがとうございます。いろんなちょっと方法を考えてみたんですけども、まず相手の口座自体を銀行で止めたので、入るも出るのも できないみたいですね。だから私に、まあ、残念ながら私のお金は入ってから止まることになった。なのでどうしようもないっていうのが今結論です、うん、で残高を教えてくれないですね。その理由を簡単に言うと、相手の財産を守る権利が守られる権利があるっていうことで、それを銀行が言うことはできないと。権利を剥がすなくすために法律的になんかするらしいですよ、法律的に。でそれをした後に相手に財産保護、その権利を剥がせば、その中身がいくら入ってるのかを言うことができるので、その時に実際この通帳にいくら残ってるから被害者に分配、まあ、救済分配みたいな感じで分配するみたいです。ただ法律的な検討とかいろいろあるので時間がだいたい5ヶ月ぐらいかかるそうです。だからその後に救済申請書を送ってくれるので、その申請書に書いて送ればお金をもらえるみたいです。で金額が大きければ大きいほどもらえるみたいですね。おそらくこの家電の中で私が多分一番高いやつ買ったと思うので、まあ被害額は結構あるとは思うんですけど、正直期待ができるとしたら、まあできるとは言えないですね。でもこれはこれで、私がいつまでもこれでなんか詐欺られたからへこむっていうことでずっといるのも人生損なので、私すでに今も韓国側に連絡をして購入手続きをしてます。なので今電子黒板、今韓国で購入して、おそらく EMS プレミアで送ってもらおうとしてます。まあ、飛行機、まあ、精密機器なので飛行機を利用するので送ってもらうだけでお金が7万円ぐらいかかるんですけど、うん、でもまあ仕方ないですね。少し高くてもちょっといいところで買えばよかったと思うのが、お金節約しようと思って、まあ、こういうね大きな被害に遭ったのかなと思います。皆さんもねこういうことが、まあ、なければベストなんですけど、もしあるかもしれないので、そういう時に銀行員さんが言ってる言葉、こういうふうに対処したっていうのが皆さんに役に立つ動画になればなと思って、ちょっと勇気を出して、共有しておきます。ありがとうございます。すみません、先ほど警察から電話番号を教えてもらって、はい、今ちょっと電話したんですけども、はい、私と申します。何ですか？はい、はい、お願いいたします。どこから言えばですかね？まずはお口座に振り込みされてお被害にお会いになっていらっしゃる。はい、はい、ではこの後その口座を調べさせていただきたいと思いますが、はい、はい、今振込先の情報お分かりですか？あ、相手の情報ですか？はい、はい、ちょっと待ってください。はい、はい、渋谷店、渋谷、はい、天板、はい、普通で、はい、ゼロね、名義が、はい、こちらにお振り込みされたお日にちと金額お願いいたします。はい、8月15時ぐらいだと思うんですけど、はい、金額が20万、20万ちょうどですか？あ、20万5759円です。20万5759円、はい、はい、でお客様のお名前フルネームでいただいてもよろしいですか？です。様、はい、今後ご連絡が取れるお電話番号もお願いいたします。でありがとうございます。あとこれはどちらの金融機関から振り込みされましたでしょうか？どの銀行口座から振り込まれましたか？あ、銀行の法人の通帳ですね。名義が法人の名前になっているんです。ということは今回も会社様でのお被害ということですか？はい、ご依頼人様は様、そうですね、はい、はい、一旦お調べいたします。このまま切らずにお待ちくださいませ。はい、
渡ししております。今一度確認していただきたいんですが、はい、口座番号は0でお間違いないですかね。あ、ちょっと待ってください。相手のですか。そうでございます。もう一度確認いたします。お待ちくださいませ。はい、はい、大変お待たせいたしました。はい、あともう一点ですね。これご依頼様としてすいません、ご入力いただいている会社様のお名前なんですが、はい、伺ってもよろしいですか。 ありがとうございます。すべて確認取れました。はい、まずですね、この振り込みいただいた名義人お口座は、すでに警察からお伺いしている通り現在凍結済みのお口座ということでございました。はい、はい、そして、様からですね、お振り込みいただいた、確認も取れてですね、すいません、2021年8月銀行さんから20万とび5,759円お振り込みいただいております。はい、はい、今回ですね、この名義に、というこの口座をお止めしたのはお客様のお振り込みの直後というわけではないんですが、それよりも後に銀行の総合的な判断でお止めしました。あ、はい、ですのでお振り込みの方が完了してしまっておりました。はい、はい、今後は残された、残高がですね、振り込め詐欺救済法という法律の対象口座でございまして、あ、はい、はい、1000円以上の残高残されておりました。はい、具体的な金額現時点で申し上げることができないんですが、今後はこの残された残高の中からでの安分計算といってですね、お被害額が高い方に多く行き渡る割合計算をさせていただいた後の分配金お支払い予定となるんですが、この救済法という法律によって銀行がご返金のお手伝いを差し上げることになります。なので、安分計算での分配金お支払い予定となります。はい、で、当口座についてご申請いただけるということでございますと、申請書ですね、申請書類一式についてはただいまから 4,5 ヶ月ほどお時間いただいた後に銀行から送付させていただくんですが、はい、救済法の手続き進めるにあたり、今後ですね、名義人から異議申し立てや他の被害に遭われた方々から差し押さえ等の裁判を起こされた場合、この救済法で の, ご対応そのものが中止になってしまう場合もございます。はい、なので、いくら待ってもお手元に申請書が届かない、目安としては5ヶ月ほど見ていただきたいと思いますが、その場合はですね、今一度当フリーダイヤルに様が進捗状況ですね、どういう状況であるのかという確認のご連絡をしていただくことになります。はい、大丈夫ですかね。はい、あとはすいません、今回この口座にはネットショッピングでのお被害なんですか。はい、はい、そして今回会社様でのお被害ということで受けたまってよろしいですか。はい、はい、となると今お電話口にいらっしゃるお客様は、失礼ですが、代表者様。あ、私代表です。代表取締役様です。はい、はい、まずお名前漢字でいただいても大丈夫ですか。あ、名前ですか。かしこまりました。なのでご申請はですね、会社様でのご申請なので会社様名で申請書をご記入いただくことになります。はい、そしてご送付先のご住所も会社様の本格と同じご住所できれば、これ会社登記していらっしゃる法人登記なので、必要書類が必要ご用意していただくにあたり、印鑑登録書ないしは登記事項証明書が必要なんですが、はい、それは問題ないですか。はい、原本になります。はい、なのでこれ申請書が要はですね、その登記事項ないしは印鑑登録書を
ご用意していただくにあたり料金かかってしまうので、はい、まだ残高については申し上げることができないということを先ほどお伝えしたんですが、はい、なぜかというとまだ名義人の権利が守られているんですね。でこの後救済法で分配させていただくにはまずこの権利を法的になくすお手続きが必要であるということで、まあ、お時間大変長いお時間いただいて銀行が申請書をご送付させていただくというスケジュールになってしまいます。なので、まあ、ようやく銀行として、その残高をお示しできるのがその申請書がお手元に届いた申請書にお示ししているのでそこをご覧になってからですね申請されるされないを決めていただいても問題ない、まあ、すなわちその時点で登記事項ないしは印鑑登録書をお取りいただいても全く間に合うので、はい、なのでまだ早くお取りいただかなくても大丈夫です。あ、わかりました。申請書を送られてきたときに、はい、一緒に送ればいいということです、はい、そうです、はいはい。あと、ではご住所ですね、こちらできれば郵便番号からお願いいたします。会社の住所でいいですか？あ、そうです、はい、東京都。ありがとうございます。すみません、では復唱いたします。お間違いないでしょうか？はい。あとはこれさんから振り込みされた際の明細書のコピーも必要になるのでこちらは、まあ、早めにですねご用意していただければと思います。この今回10万とび5759円を振り込んだ際に明細書が出てきたと思うんですが、あ、これインターネットバンキングで送ったんですけど。あ、そうだったんですね、はい、ではその履歴ですね、取引履歴ホームページ入っていただいてネットバンキングのですね、はい、履歴の該当箇所のみで大丈夫です。8月5759円振り込んだその該当部分のみでよろしいので、はい、今のうちにスクリーンショットなどで、はい、お取りいただいて保管しておいてください。あ、わかりました、はい。そしてここまででご案内以上になるんですが何かご不明な点ございますでしょうか？うん、まあ5ヶ月ぐらい今12月過ぎて1月とかまで待ってて申請書が来るの待ってて、はい、もし来なかったら連絡をすればいいんですよね、はい、おっしゃる通りです。あ、わかりました。あとはまあその都度ですねご不明な点はこのフリーダイヤルにお問い合わせいただければ本日の履歴受けたまった履歴残させてもちろんいただいているので、はい、まあ、担当変わりますがその都度ご案内差し上げたいと思います。あ、わかりました、はい。では以上でございます。はい、大丈夫です、はい、ありがとうございます。失礼します、はい、失礼します。